崎チャンネル。よっ、こんにちは。さあ、今日はですね、はい、今しがた発表があった、はい、お砂問題っていう。お砂問題、はい、何ですか、お砂問題。お砂、このドアは引き戸、引き戸やぞっていうやつよくあるやん。全然開きませんよっつって、はい、いやいや、それ引き戸だからっていうやつ。いや、意外とあのスライドだったって時もありますよねそうだね、はい、もしくはこの上かもわかんないよね。いや、それなかなかないですよねないの、上だと下からこうやっていかないといけないじゃないですか。そうそう、もしくは上から下かもわかんないないですね。押す引きじゃないよ、それ下げるやつだよみたいな。あ、下げるやつですかみたいな。はい、なんだ、ノリ悪いな。いや、スライドって何ですか何ですか、押すな、押すな通して。2人から発表があります。はい、この度ですね、この度、はい、はい、佐渡崎と、袴田綾はですね、うん、はい、なんとですね、うん、出版物がありますはい、私あの里崎ライブ完売したとか、それの発表だと思うんですか。里崎ライブも完売したんだよね。はい、そうなんですよ。はい、あの1100人、そう、満員御礼札止めで、はい、やばいね。ねえ、12月18日ねえ、はい、あの読売ホール、うん、完売です。はい、ありがとう。私しかもこうちょっと制限とかが緩くね、そう1000人以上が来てくださって、すごいですね。満員もやばいけどトークもやばいよってね、はい、うん、そうですね、はい、あとあの、はい、里崎徳間書店から本出てますんで買ってくださいね。そして袴田もあの写真集出てますんで、こちらよろしくお願いします今日お砂問題ということ で、はい、なんとね、ロッテで、まあ、保留者名簿から外れて自由契約になってね、はい、ソフトバンクに入団が決定しましたっていうね、はい、だからね、うん、俺はもう分かってた、これはもうロッテを退団することは。なんですか。いや、だってまず保留者名簿から外れてるってことは、はい、大体もう外れてもう一回復帰ってそんなないからね。ああ、そっか、保留者名簿っていうのに名前じゃなかったですね。そうそう、保留者名簿っていうのはもうそのね、うん、自分たちの選手だから手つけちゃダメですよっていう、ね、うん、ところから外れてるっていう、はい、で、まあ、あの外国人選手は日本人と違うから、うん、毎年 FA と一緒なので、ね、うん、複数年契約じゃない場合はね、はい、だからもういろんな球団と、あの日本だと球団から戦力外って言われない限りは、うん、他の11球団と交渉することは、うん、FA 以外では絶対できないわけ、はい、で自分から辞めるっていうと任意引退選手になるから、うん、任意引退選手っていうのはその自分の権限はずっと所属先にあるわけよ。そうなんですか。そうそう、任意引退になると、だから要は任意引退だ。これはもう大昔に帰って、はい、あの野茂さん問題だってうん、うん、で野茂さんがその近鉄と揉めた時に、うん、その時ルールがなくて任意引退してメジャーと契約して、うん、で行ったわけですよ、はい、でそれで問題になって、うん、あの任意引退選手はあの元いた球団 の、 あの了解がなければ他チームと所属できない。だからそれは社会人も大学も全部だよ。だから任意引退になっていきなり来年から A 大学の監督になりますできないんだよ。だ自由契約じゃないと。へえ、あ、そうなんだ。だその時は自由契約選手に変えてもらうの。はい、だから俺は引退するときに、うん、まあ、今後何があるか分かんないから任意引退よりも自由契約としてしてくださいって言った。あ、まあそっか、でも言い方が違うだけってことですよね。そう、でも自由契約にしちゃうと、うん、そんなこと言いながら、はい、他の11球団と嘘ぶっこいてね、はい、あの任意引退だと後々面倒くさいんで、まあ、もう引退しますけどもう手続き面倒くさいんで最初から自由契約でいいですかとかって言って、はい、あ、じゃあ自由契約でって言った瞬間に11球団と契約しても問題ないのよ、うん、はい、そんなもんなんですね。とでいうぐらい任意引退選手と自由契約選手っていうのは大きな違いなのよ。へえ、そうなんだ。そもそも、はい、うん、だから日本人っていうのはもうクビって言われない、戦力外って言われない限り自由契約選手になれなくて、自分から辞めるって言ったら任意引退選手になるから、はい、うん、他の11球団と交渉するにあたっては元いたチームからあなたいりませんよって言われて初めてできるわけよね、はい、でも FA 選手っていうのはいりますよ選手も宣言すれば交渉できるわけじゃないですか、うん、はい、で外国人選手っていうのはもう常に FA だから、うん、もう契約期間が済んだら常に日本の11球団もしくはアメリカの球団といつでも交渉できる、うん、はい、だからそれをしないためにシーズン中に複数年を結ぶのよ、うんうんうん、他に取られたくないから、うん、ってなった時に今回そのオスナの時に名簿から外れた瞬間に、はい、あ、これはもうロッテにはいないなとだからそうなったのよ、はい、まあそこまで圧倒的な数字、うん、日本途中から来て圧倒的な数字を残してたら、うん、はい、守護神で困ってるチームなんていっぱいあるんだから、うん、欲しいよね普通に考えて。そうですね、うん、でしかもソフトバンクなんて森がもう守護神としてちょっと下降線辿ってきてる、うん、で今モイネロが、はい、あの後ろになってるけども、うん、そこにオスナが来たら
リリーフ陣また盤石になるわけじゃん、うん、お金あるわけじゃん、はい、大金つぎ込むじゃん、うん、あマネーゲームになるじゃん、ロッテ勝てるわけないじゃんね。そうです、まあ、ロッテとしてはいてほしかったでしょうけどね。そうそうそう、でよく日本人、うん、袴さんも楽天ファンとかね、はい、なんかやっぱ応援してるチームがあった時によ、うん、ファンの人はみんな言うわけよ、はい、いやあの選手は仙台大好きとか、うん、マリーンズ最高とか言ってる愛があるから、うん、絶対に移籍しないはずとかって言うじゃん。なわけないじゃん、嘘だからそんな発言、ビジネストークだから。まあでも、まあ、100歩譲ってというか、うん、外国人選手に関してはやっぱり故郷でも何でもないわけじゃないですか、うん、だからきっと仙台のことは好きになってくれたと思うけど、うん、っていう気持ちはあるけど、うん、でももし出るってなっても、まあまあしょうがないかっていう気持ちにはちょっとファンもなりますよ。それはもう出るよ、もう愛とかないから、1ミリも。まあだってまあ、よりだってもしよ、うん、日本人の日本人がよ、はい、じゃあ韓国リーグに、うん、あのもう日本で働き場所がなくて、はい、韓国リーグに行きましたと、はい、で韓国の A っていうチームで行ってめっちゃ活躍しますした、はい、しましたと、うん、そしたら他の球団からも来てほしいってでもずっと言って、うん、このチーム最高ですありがとうみたいな、うん、神様にだーとかって言ってるよ。言いますよ、私だって言いますね、はい、で、うん、オフになって他の韓国の他の球団から、うん、高年俸提示されたらそれ行くやろ。行きます。もう一緒なのよ。行きます。あのもうそんな愛情とかないのよ、うん、アイラブマネーなのよ。チームに愛情とかはもちろん芽生えるとは思うんですけど、うん、でもそこまで、まあ、地元とかじゃないし、まあ縁もゆかりもない土地なので、うんうん、それやっぱまあお金もらえるように移動しますよね。そうそう、だからあのデスパイネの時もね、うん、ロッテの人は言ってたけども、はい、ファンの人はねデスパいいねって、はい、なんとかバーイって言ってたもん、はい、福岡行ってたからそんなもんなんのよ。そうですね、うん、だからきっちりね、うん、オスナも移籍して、はい、でもロッテはね、うん、だから俺だったら、うん、もし多分守護神とかをまた新たに決めるんだったら、うん、移籍すると思って獲得に動いてるけど、うん、はい、まあ、そこら辺の準備どうなのかなっていうのは分かんないけど、うん、ロッテとしたらもう痛いね。いやそりゃそうですよ、だって、うん、防御率 0.91 ですよ。そうそうそう、29試合投げて、うんうんうん、これはもうソフトバンクはもう、はい、うわうわよ、うん、モイネル・オスナル、はい、後ろ、うん、あの来年も千賀が抜けてどうかなと思ってるけど、ね、これで一気に優勝候補ヒットになったね、うん。あれ千賀投手その先発のでも穴みたいな部分は大丈夫なんですか。いやもう 5,6 回投げて、はい、でオスナが来たら、はい、多分後ろ勝利の方程式2個できるよ、はい、モイネロとオスナで守護神別個にできるじゃん、はい、うん、そうですね。じゃあ森投手とかがこうセットアッパーとかになって、まあ、でもひょっとしたら先発になるかもしれないしね。だからもう一個津森ね、はい、でまあ又吉が復活してくるじゃんね、うん、でまあ甲斐野とか、はい、で坂東投手とかもバンドも多分先発すると思う来年は、ね、うん、あと藤井ね、うん、で泉ね、はい、で香山ね、うん、で松本ね、はい、だから2つでいくとしたらモイネロオスナ、はい、で津森又吉、うん、で甲斐の泉、うん、でリリーフが左加山とか、はい、盤石。そしたらもう先発なんで確かに5回投げればいいですよ、うん、5、6回でいいのよ、うん、あともうリリーフよろしくみたいな、はい、でしかもあのニコローデーションできるんでしょ、はい、疲れないからこれが1枚だったらきついよ、はい、もうリリーフよろしくでその1セットしかないんだったらきついけど、うん、2セット作っても盤石、はい、確かにそっか。そしたらもう先発なんてもう5、6回でいいから、うん、カットなんかもうしなくていいから、うん、全力でいけってなると、はい、下手したら和田とかがもっと勝ち星いろいろかもわかんない、ね、あそうですね、5回ぐらい投げて、うん、もうあとリリーフよろしくでもう5回1失点とか無失点とかで、うん、そうそう。で今年、うん、ソフトバンクは先発のクオリティスタート率12球団ワーストだからね、はい、一番低いわけ。あそうなんだ。そうでこれがもっと低くなったとしても、はい、このオスナの加入によって全く問題ない状況になるから、うん、これはでかいね。そうですね、そう考えると確かにリリーフ熱いですね。逆にロッテはリリーフが一気に薄くなるから、はい、これはもうやばいよね。でもこれをね、うん、早くね改善しなきゃいけない。ちょっと今ねだってもうだからやっぱチームをね、うん、強くするためには金がいるのよ、はい、所詮いい選手を取るにはお金なよ。まあ大事ですよね、どこまで出せるかが、うん、はい、それはもう無尽蔵に出せたら人間なんてお金大好きだから、うん、それ行くでしょ、はい、そこにね、うん、だからやっぱりチームをね強くしたいためには、うん、まずあのいいドラフトをして、はい、いい戦力を整えてもしくは育てなきゃいけないのもあるけども、うん、お金だね。お金必要ですね、やっぱりね。そんなもう、うん、あの横取り40万みたいなね、はい、クイズ商売みたいなね、はい、何ですかそれ。うわ知らんの。いやもう今言い始めた瞬間は知らないと思いましたよね。今ね知らんの、はい、横取り40万知らんの、はい、クイズ商売って言ってこれができたら100万円とかだったら知ってますよ。
クイズめっちゃ知ってる人今もう全員がもうえミリオネアも見らんのもちろん。いやいやクイズ商売商売って言ってバナナと言ったら黄色え、それってなんかミラクルなんとかじゃないでしたっけ。マジカルバナナ、マジカルバナナ。それマジカルズノーパワー、マジカルズノーパワーです。あ、じゃあそっちじゃないやつでもあれジャイアントバブとか出ててマイク・タイソン出てきてこうやって押したら壊れたんだよ。知らんの。知らんのクイズ商売商売って知らんわ。まあという話よ。もう何が商売商売やったのかすらちょっとよくわかんないっていう。でもね本当だから、はい、あとはもう早く改善しなきゃいけないのが、うん、これコロナになってから、はい、外国人1軍に5人登録できるようになってるんだよ、はい、5人登録で4人ベンチ入り OK なんだよ、うん、これは元通り4人に戻さないとお金あるチームがどんどん強くなるよ、うん、だって外国人5人揃えれるわけじゃん。でお金あればその選手が活躍するかどうかは別として、うん、いいと思われる選手を取ってきやすいじゃん、うん、でしかも5人使えたら俺それローテーションで回せば強いでしょ、うん、だから早くこれをね外国人と弱いチームが戦っていくためには、うん、早く外国人を少なくして、うん、ベンチ入りメンバーコロナで増えてるけど29人1軍登録でベンチ入り26人にした方がいいよ、うん、そうしないと数が増えれば増えるほどお金持ってるチームの方が強くなるから、まあ、有利になりますよね。そうそうそう、うん、あと強いチームはより強くなるからね、うん、だから早くこれを元戻すように提言していかないと、はい、だってロッテなんて強くなったのは、うん、はい、結果残せたのは延長戦がなかったことによっての出し惜しみなくもう全部突き込めたからなんとかいけたわけだよね。去年おととしとかね、はい、うん、でも延長戦ができるようになってから、うん、延長戦になったら総力なくてどんどん負け出すみたいな感じでね、うん、今年B クラス5位になったから、うん、早く元の制度に戻さないと、はい、どんどんお金でバックアップされて、うん、チーム強化されたら太刀打ちできないから、うん、そこら辺早く元通りするように、はい、下位のチームは、うん、なんか下位のチームの方が戦力いっぱいにした方が、うん、勝てるやないかみたいな幻想あるけども、うん、はい、いやそしたらもっとお金持ってるチームもっと量産型になってくるから、はい、だからそこら辺は元に戻すように訴えかけた方が下位にいるチームとか戦力が乏しいチームはいいんちゃうかと思うしね、はい、うん、そうですね、まあ、ロッテもちょっとオスナ投手のあれでちょっと来季、ね、うん、他に新しい人取ってこないとっていうのはありますね、うん、だからもう引くなっていう外国人取ってくれないオスナだから、うん、引くな引くな引くな、いそうやろ引くな引くな引くな、うん、なんかいそうですね。いそうでしょ、はい、引くなみたいなね。引くな投手とか取ってくればいいんだよ。もうでも変化球ピッチャーじゃ、はい、引いていくからね、うん、押していくのは剛速球派だけど、はい、まあ何の話やって話だけど、はい、そうです、もう何の話でしょうね。まあでもこれオスナのね、はい、ところでまあそれはねお金出したチームが勝つからね、はい、まあ、まあ、ビッグ移籍ですね、うんうん、そうだね。まあこれはもうロッテがシーズン中から、うん、まあしてたかも分かんないよ、してたけどあっち側が拒否してたかも分かんないけども、うん、シーズン中からメジャーに復帰しない限りは日本で契約してくださいっていうような、はい、日本の契約を勝ち取ってなかったことが問題だったね。あー、もうシーズン終了まで待ったことがね、はい、だから途中でもいっぱいできてたはず、うん、そのメジャー移籍は容認するけども国内もし日本に残る場合はこの金額で契約してくれませんかみたいなね、うん、っていうのをしとけば取られなかった可能性あったけど、だから後手後手踏んだね、まあ、もしくはやってたけどオスナ側が受けなかった可能性もあるけどね、高く売るために。オスナ投手がそう、なんかそんな気もしますよね、うん、だってやっててなんかこう手応えがあるからもしかしたらもっといい条件で移籍できるかもしれないと思うじゃないですか。でもまあアメリカに帰りたいっていう思いがあるんだったら、あ、ね、日本の場合はここだけ払うんでって最初出しておけば、ね、そうかそうですね、他がどんだけ出るか分かんないからね、うん、これでも結構触れてるなって、まあ、駆け引きだね。そうですね、うん、でもあんまり早くやっちゃうと、うん、怪我して1年間働かないパターンもあるから ね、だからそこら辺は難しいけども、やっぱそういうのをリスク背負ってもいかないと、流出されて同じリーグだったら、うん、もう自分たち負けていくだけだからね。そういったところでは編成がちょっと後手踏んだんちゃうかって思う節もあるけどね、うん、はい、はい、うん、まあね、新しい選手が誰が来るのかね、はい、まあ、まだまだね、近藤の FA 問題もね、そうだ ありますしね。そうです、まだそうですね、はい、うん、まあ、まだまだね、はい、注目していきましょう、はい、はい。